今のお話だけ聞くとですね、はい、お話だけ想像できる病気、やっぱりおっしゃる通り脳神経疾患なんですよ。脳神経、そうですね、で脳神経疾患で神経疾患なんだけど、まあ、これにはいろんなものがあるわけですよ。腫瘍とか炎症とか、それは何かは分かりません、うん、だけどまださ2歳と11ヶ月でしょ、はい、うん、まあ、腫瘍かなんか分かんないけど、なんか塊が、腫瘍が一番可能性高いかもしれませんね。腫瘍、うん、それで神経を圧迫してそういう症状が出てきちゃう。腫瘍ですか。いや分からないですよ、可能性だけね。可能性、うん、それからあの特発性転換みたいなの、うん、それは特発性というのは何ていうのかな、原因がわからない転換、要は MRI とかとかね、うん、そういうものもかもしれませんし、うん、でこれの頻度をよく見てた方がいいですよね。で あんまり起きるんだったらあのちょっと神経 その症状を抑えるのはお薬とかね、うんうん、頻度をね、そう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 、はい、でまああと可能だったらちょっとあったかくして連れてきてもらって、あったかくしてます、うん、もしここに連れてくる、うん、ここに連れてくる時にあったかくして連れてきてもらって、脳神経、脳のことは分からないけど体全体のことを知るためにレントゲンを撮りたいですね、うん、レントゲンを、でそのレントゲンを撮るためにはちょっと何て名前だったかな、チビ、チビちゃんの健康チェック表とか一般状態が知りたいんだけど、体重が毎日一緒かどうか、うん、で体重測るのはこういうさ、体重はうちであの台所でキッチンスケールで、そうそうそう、キッチンスケールで、うん、体重は変化ないです。で測ってください。 で、はい、できれば朝と夜と違うか、あとには、あ、なるほど、うん、朝は少ないけど夜は 1g が増えますから、朝晩測ると、から次その子のいるところの環境、実際のさ、何度のところで暮らしてるのか、温度、湿度、こういうの、温度、リビングだから、うん、何度で何パーセントぐらいのところなのかっていうのをさ、朝一番と昼過ぎと夜と測れたらちょっと測ってください。これ毎日なくてもいいですから。なるほど、温めてるって言ってもさ、実際何度なのかちょっと私には分かんないんでね。で、次元気かどうか、元気を100として100あるかどうか、うん、でこの時にね、さえずり、鳥ってよくさえずるじゃないですか、さえずってるかどうかって結構目安になります。さえずってなかったら調子悪いです、うん、でもさえずってればそこそこ元気、うん、でもっと元気なくなるとさえずらなくなるし、止まりから降りちゃうし、体膨らましちゃうし、眠らそうにするし、もうそれは相当悪いです。その前にまずはさえずりがなくなりますんで、さえずりがあるかどうかは気にしてほしい、うん、あとカゴに買ってますよね、包丁もするんですよね、はい、でうんちの中で何個、あ、うんちじゃない、ケージの中で何個うんちをしてるか、手のちょっと数えてほしい、ね、だから下を、そうか、もう、うん、で外でしたり中でしたりだから、うん、いやだから20分くらい、そんな長い時間包丁してるんですか。包丁何時間ぐらいするんですか。ね、朝ね、はい、朝2時間半、朝2時間半、午後が3時間、はい、結構しますね、はい、全然上がるもん、うん、いいですよ包丁が、だから 2.5 時間プラス3時間ね、 AM と午後ね、まあ、すいません、あまり、いやいいです、いい、全然構わないです、あのネタがあるなら出してあげてください、うん、でそうそう、カゴの中にいる時間がだから、まあこれで6時間包丁したとしてもさ、カゴの中にはさ18時間はいるじゃないですか、そうですね、ね、でカゴの中にいる時間でいいですから、そこでうんちが何個出てるか数えてほしいんです、うん、で結局ね、24時間で、セキセイインコだったらね60個ぐらいうんちします、24時間で、うん、ね、でまあここであの前の夜から朝まで何時間で何時間で何個してるか、で朝から夜まで何時間で何個してるか、そして合計して何個出てるかっていうのをちょっと数えてほしいんですよ。で赤線インコの成長はこうちっちゃなうんちで真ん中に白いのがこうちょっとつきまして、緑の濃い色でね、そうですこういうのが出てるかどうか、そうです、で具合が悪くなってくるとこれが大きくなってったりね、
色が薄くなってたりね。あ、そうですよ、うん、でこういうのが出てればいいんですけどね、そのこれが普通としてね、まあ何個出てるか、ちょっと大体でいいです。だから何時間で何個出てるかが知りたいんですよ。そうすると24時間で 何個出てるか換算できるんでね。で、あとはそういうさえずりのこととさっきの脳神経症状、脳神経症状が、まあ、出てるか出てないかですね、そういうのをちょっと1日うんちはもし今さっきこれ見たんですけど、それがあ、これ、はい、餌はもう餌はあんまりやらない方がいいんですよ。そうね、食事に関してはね、皮付きがいい。皮付きとかいいんですか。絶対皮付きがいい。こっちはあんまり良くないです。なんでかっていうのをちょっと説明すると、さっき見ました。皮が付いてると中に種がありますよね、はい、この胚芽の部分があるんですけど、はい、皮が剥いてあると胚芽の部分も取れてるんですよ。だから種自体が傷みやすいし、ですからこの胚芽が栄養がいろんな栄養が入ってるから、もったいない。皮付きの方がいい。はい。で、皮付きでもね、丸いのとさ、長細いのがあるんですよね。よく見ると。はいはいはい。で、泡、冷え、黄皮むきでもさ、長細いのあると思うんだけど、長細いのは皮が付いてると思うんですけどね。そうですね。青粒にね。青粒、よりももうちょっとちっちゃいやつ。カナリアシード。カナリアシード。はい。皮、はい、付いてますね。付いてますよね。で、こっちの方が美味しいですね、鶏にしてみると。そうですね。脂肪多いです。脂肪が。脂肪は好きですよね。うん。で、こればっかり食べちゃうから太りすぎちゃう。またいけない。うん。まあ、太りすぎてなければいいんだけど、あんまりこればっかり夜で食べるから太りすぎちゃう。いやですね。うん。あとでサンプル出しますけど、すいません、ペレットとパウダーのサンプルをお願いします。ペレットとパウダーフードっていうのが、あ、ここにある。これって割とね、完全、こういうのもあるじゃないですかね。うん、サンプル後で出しますから、こういうのは完全栄養食だからこれにも混ぜてやるという。ガチボレー粉あげてます。ボレー粉あ、言ってないですか。言ってない。ボレー粉は絶対やった方がいい。混ぜるんですか。そうそうそう。じゃあボレー粉のサンプルのとこだ。ボレー粉ってこうやってはい、混ぜるでやろうよね。ほんのちょっとです、ボレー粉は。で、最近はさ、皮付き混合の餌にもボレー粉も入ってるご飯の方がよく売ってますよね。ああ、そうですか。はい。でもこういうのをほんのちょっとぐらい、これぐらい、一日混ぜてあげると。で、なんでボレー粉がいるかっていうと、カルシウムの代謝に必要です。ボレー粉ってカルシウムだから。で、それに、カルシウムの代謝に大事なのは、ボレー粉と、あとは、日光浴。日光浴。で、日光浴のその UVB を浴びてほしいんですよね。あれ？どこ行っちゃった？はい。で、この UVB ってね、ガラスを通さない。だから、直接行くよ。そうそう、網戸越しとかね。窓開けて、だけど今寒いです。ガラス越しじゃダメなんですか？ガラス越しじゃダメです。で、ガラス越しで日光浴しておくとさ、温度差が激しくなるじゃないですか。ああ、そうですね。ね、日が暮れると気温寒くなるでしょ。だから普段置いとくとこは火の当たらないところに置いた方がいいですよ。で、肉焼くするときは火の当たるところで、まあ、今寒いからさ1分ぐらい、まあ、寒い。で、季節が良くなったら30分ぐらい。で、この寒いからあんまり頑張らない、もう寒そうにしてたら30秒でやめてもいいぐらい。で、この日光浴をすることで UVB を浴びて、そうすると UVB を浴びると体の中のビタミン D がね、活性型のビタミン D になって、で、これがカルシウムを代謝するんです。で、その他には人間でもそうですけど、日に当たると免疫力が上がってきたりね、殺菌作用もあるから、絶対肉を残した方がいいですね。あと食べ物にもう一個多分あげてないですね。グリッド、それがボレー粉ね。書いてありますね、はい、これがボレー粉ですね。これサンプルだから持っててください。もう一個ね、グリッドっていうのがあってね、川砂みたいな砂、
で、鳥さんは胃袋が3つあるんですよ、うん、知ってます、うん、ここにありますよね、うん、餌を食べる2つじゃないですか、3つあるんです、うん、ここは餌を貯めておくところ、そのね、うん、じゃその下にあの繊維って言って、まあ、この下にこうつながっていく消化酵素が出る、うん、3番目にこの中に筋胃って言ってあの筋肉の胃袋がありまして、うん、この中にグリッドというのが入ってるんですよ、砂が。あ、そうです、はい、だからこの砂も、うん、いるわけです、ね、そうそう、でホームセンターで売ってるんですけど、まあ、これ本当ちょっとね、うん、最初にドバッとやると食べ過ぎちゃうことがいるから、うん、本当にもう最初5粒ぐらいから徐々に増やして2粒ぐらいね揚げた方がいい。これ餌に混ぜるんですよね。うん、そう、まあ、餌に混ぜるか別の皿に入れるか。食べますかね。いや、別の皿に入れると、だんだん慣れてくれば食べれると思う。でもやった方がいいですよ、絶対に。だこれはあの餌に混ぜちゃいないです。さっき言ってたあのパウダーとペレットね、でこれはなかなかねシード食べてる子は食べないんですよ、この辺はね。だからこの粒々を粉にしたのがこういうこういう粉なんですけど、その皮付きの餌にさ少し振りかけてあげる、2杯ぐらい、2杯でもいい、それより1杯で振りかけると皮を剥いて食べるときにこう一緒に入っていくから、こういうのも振りかけて食べるんですよね。割とこれは完全栄養食に使います。あ、そうですか、はい、だからあのそういうあのシードカップこれは同じものなんですか。そう、ほぼほぼ成分は一緒です。ただ形が粉になってるか粒になってるから、で粒食べてくれれば粒のままやってもいいんだけど、なかなか粒食べないんですよ。ちっちゃい時から話せれば粒のまま食べるんだけどね。ということで、はい、わかりました。だから脳神経質、難しいですね。それでもちょっと そういう子は珍しいですよ、若くてそんな風になるのは、うん、だからちょっと観察しながらね、それでまあ一回あの鳥さんをあったかくして箱に入れて下に貝を引いて毛布かなんかクリスかなんかでくるんで、それでくるまで連れてきても、要今寒いからさ、診察で、あの気を使ってこないと、その作ること、行き帰りで調子悪くなっても困るんでね、だから行き帰りはあったかくして連れてきます、うん、で、それまでの間、うん、あのこれはお渡しますでもね、はい、よくわかりました、はい、で、これはさ、これもご飯のサンプルね、はい、すみません。脳神経疾患かもしれないんだね、その子かもしれない。そうですか、うん、危ないですね、そういうのは危ない、うん、で、だんだんさ、まあ1ヶ月前にあったでしょ、で、だんだんさ、その感覚が狭まってくるかもしれないね。あ、まあ、わからないですけど、経過見ていかないと。だから、まあそういうのを抑えていくようなお薬、まあ、ステロイドとか抗生剤とかね、そういうのを飲んでいった方が楽かもしれないですね。で、ただし、まあそういうことでもう生まれつきじゃないですか、まだ若いから、2歳過ぎてるから。だから、その子の例えば心臓の大きさとか体の大きさ、これの全然生まれつき大きいかもしれないです。普通だったらまあ普通でいいんだけど、大きかったら、まあちょっと機能まで弱い可能性があるから、そういったお薬もちょっと一緒に入れてね。生まれ下げた方がいいかもしれない。いや、それよりもこの、まあ、観察をしないとね、体重が、今の体重が一緒でね、運賃が。うん、これが検査の代わりですよ。胃の検査でそんなにいろいろできませんのでね。あ、そうか。はい。嬉しいですか。はい。じゃあ、参考の何ですか。大変勉強になりました。ありがとうございます。はい、本当に。パウダーとペレットとボレーとグリーン、はい、じゃあ止めます。